山形でラーメンを食べるの巻。おはようございます、バックモの修作でございます。さあ今日はお休みでございます。ちょっと天気悪いんだよな。まあでも今ね、新型コロナの影響でどこもイベントは中止してるし、なんか楽しいことはないかね。せっかく休みだからどっか遊びに行こうかなと思いましてね、あいつを呼び出しましたわ。多分そろそろ到着する頃じゃないですか。お昼前には着くって言ってたからね。お、来た来た。はーい、久しぶりだね。あ、はい、はい、久しぶりです。仕事に行かずきです。自己紹介が早いよ。あ、はい、お疲れ様です。初めまして、初めましてじゃないですね。はい、いいね。はい、安定してるね。あ、いや、そんなことないです。結構、あ、毛がすごいわ。そうですね、毛玉が。そうですね、ちょっと待って。あ、すいません、すいません、すいません。あ、ありがとうございます。いや、そういうことされに来たわけじゃないんですが、本当申し訳ないです。あ、綺麗になりました。ボタン多くね。あ、本当ですか。あ、あれ本当だ。とりあえずさ、はい、昼食おうか。あ、そうですね、もう本当腹ペコで。何も食べたい。もうラーメン食いたかったんでしょ。あ、ラーメン最近好きで、はい、あの食べたい。鬼神戸っていうラーメン屋さんには、あの、実際に連れてっていただいたんですが。はい、山盛りのところだな。山盛り、ニンニクもマシマシで、すごいマシですね。スープと同じぐらい汗かいてたもんな。本当すごかったです、もう。だから、はい、どうしようかな。あ、全然もう本当遠出でもいいですし、はい。俺、全然ラーメン詳しくないからな。そうなんですね。いつも同じとこばっか行っちゃうからさ。あ、調べて見つけてそこ行ってもいいですか。そうだね、はい、ちょっと調べる。あ、そうですね。東根の龍上海クリニック。あ、はい、ぜひ。ここから、はい、どんぐらいかかるか。下道で行くことになるよね、これね。そうっすか。いや、だから美味しいもの食べたいんで、はい、ぜひお願いします。じゃあ龍上海クリニック行こう。はい、行きましょう。よいしょ。よいしょ。じゃあ白鳥くんの車で、はいはい、お願いしようかな。出発進行です。いや、なんか汚いね。いや、結構片付けた方なんですが、ずっとここになんか千羽鶴を折る折り紙なんだよな。あ、千羽鶴と、あと明日のジョーの缶バッジもありますんで。なんだよこれ。じゃ、下道で、はい、行きましょう。はい、行きます。出発進行です。でも前には仕切り直したんで。あ、すいません。変なうんってやったの。あ、ちょっとテンポ、ね、安全運転のお願いしますよ。わかりました、お任せください。最近忙しかったの？全然遊べなかったじゃん。そうですね、やっぱ仕事と、ちょっと、まあ、ほとんど仕事ですね、やっぱり。だから君の持ってる資格、薬剤師ではないんでしょ。はい、あの登録販売者っていう、うん、あの第2類と第3類薬品っていう市販薬を販売する専門の、はいはいはい、はい、資格なんですけど。その資格を取ったんだ。はい、なんとか3回目に取りました。車の免許みたいだな。お医者さんだってそうだもんね、今ね。そうですね、忙しいだろうから。本当にお医者さんこそやっぱ休みが、いや、全然ないんじゃないかなと思うし。まあでもお医者さんってみんないい車乗れるんじゃないの。ああ、そうですね、ほとんどベンツとかやっぱアウディとか乗ってますけども。適当な診察してんのにアウディ乗ってるやつが一番昔から。ああ、わかります、本当に。だってもうあれですよね、薬出さずに診察だけで、はい、異常ないですって言われて、あと普通にお金取る病院もありますもんね、うん、ある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 。本当に、これだけで。俺前行った眼科なんかさ、はい、目、はい、見せてください、はいはい、オッケーですって言われて、何を見たんだろうと思って。パチスロの目押しみたいになって、はい、はい、オッケーです。オッケーで。左よとか言ってやろうかと思って。あ、お疲れ様です。そろそろ？はい。あ、着きます。目の前です。あ、来ました。来たね。来ましたー。龍上海。龍上海ですね。やってるね。のれん出てる。よっしゃ。曲がります。上海着いたよ。はい、東で。じゃあ入りましょう。はい、僕はこの辛味噌ラーメン、はい、でちょうどラスト1個だったチャーシュー、これ君だ。あ、ありがとうございます。君にまだあげてなかったよね。あ、ありがとうございます。うわ、めっちゃ欲しかったです、集中缶バッジ。ありがとうございます。一応ファミリーだからさ。ありがとうございます。渡しとこうと思って。じゃあつけたいと思います。つけてつけて。来ました。はい、ぜひぜひ。どうぞどうぞ。ありがとう。じゃあお食べよう、先に。はいよ。はい、いただきます。どう？美味しいです。なんかこのニンニクの入った辛味噌もうまいんですが、麺がこの太くて縮れてて、いいね。で、こう魚介なのかね、スープがね、魚介の香りがして、このうっすら入ってるね、青のりがいい感じなのよ。うわ、確かに。
あー、おいしい。チャーシュー、あ、チャーシューでけえな。チャーシューでけえな。うん、油うめえ。3分の1ぐらい食べたら、こう溶かすんですわ。これでまた一気に味変わるし。うわー、スープになりますね。うん、おー、あとほら、はい、麺が太くて縮れてるから、はい、絡むんですよ。なるほど。うん、ああ、変わるね。いや、もう辛味噌が止まって止まって、はい、すんごい汗だよ。窓と同じだぞこれ。ああ、本当だ。変わんないっすね。比較してもどっちが窓なんだか。そこらの犬より濡れてるぜ。あ、本当ですか。あ、鼻が、あ、健康ですね。ああ、うまかった。美味しかったです。うまかったね。いやー、体熱くなっちゃった。すごいですね、もうポカポカです、本当。ねえ、涼しいですね、外が。いやー、なんかね、はい、ミッチーチェンさんに、はい、LINE したのよ。あ、はい。リュウシャンハイ東に旅行くんですけど、はい、その辺でラーメンあるんですかねって聞いたら、はい、もう一軒近くにあるらしいんで。お、本当ですか。はしごする。あ、しましょうしましょう。まだまだ食べれます。食えるべ、行こう行こう行こう。これだ、二代目高橋翔太さん。入ろう入ろう。はい、はいはい。これ人気メニュー、中華そば並。さすがだね、ミッチーさんの場所だよ、これテリトリーだわ。そうですね。かっこいい。すごいな。ちょっと仕事分けてくんねえかな。わあ、めっちゃチャーシューでかい。大きいですね。うわうわ、すごい。来ましたよ、いい香り。おお、美味しい。すごい、あっさりしてる。あ、すごい。あっさりめ？はい、あっさりめですね。いただきます。おお、すごい。もうちょっと縮れ麺ですね。うん。丸太縮れって感じ？そうですね、そんな感じですね。お、片麺。お、片麺？すごい。あれが。醤油っていうよりも出汁効いてるって感じだね。チャーシューでけえな。大きいですね。うわ、しかも分厚っ。ほんとだ。なんだこれ。うわ、すごい。ステーキだ、ステーキ。ですね。お、うん、でかいのに全然そのカッチカチじゃないよ。うまい。ちょっとこの油の部分も、ね、これすげえな。うん、メンマがでげえよ。うん、ゲロン、すごい。あ、柔らか。うまっ。あ、これうめえな。何本でも食えるよこれ。いただきました。鼻水です。ここでみんなに提案したいんだけども、こういうところでごちそうでしたとか言って置いて帰っちゃう人いるけども、このご時世やっぱり店員さんの気持ちを考えたらこれは持って帰るべきだと思うんだ。持ち帰るか備え付けのゴミ箱に捨てて帰りましょう。これ提案。安全運転でよろしくね。わかりました、もちろんでございます。はい、君肩凝ってるんだよね。めっちゃ凝ってます、本当。仙台に着いたら、はい、僕の行きつけの整骨院に連れていくから。あ、本当ですか。紹介するよ。あ、ありがとうございます。うん、いつもお世話になってる大越さんです。今日なんかいいの入ったって。いいマシンが入ったんですか。今日から。今日から。何系のマシンなんですか。高圧電流系のマシン。じゃあちょっと白鳥さんに今日かけてやってください。電流ですか。またギリギリのところで返事してもらって繰り返し。もうやだ、マジか。マジっすかこれ。お、ちょっとビリッときましたね。おー、はい、はい。あ、まだちょっといけます。あ、じゃあ100倍にしてやってください。いや、ちょっとそれ死にます。完全です。ほうほうほう、まだ我慢できてるといいですか。ちょっとビリビリってしますね。入っていって、よし、
じゃあ次眼球行ってみましょうか。いやいや眼球やばいです本当に。気持ちいいかい？はい、気持ちいいです。よかった、はい、ちょっとよかったらね、仙台出てきてから通うようにしてよ。はい、ぜひ通います。絶対通います。ありがとうございます。猫背直すために猫背だもんね。あ、そうなんですよ。じゃあちょっとだけ痛いとこしてやってください。うん、そしたら行きます。ありがとうございました。いいえ、はい、よいしょ。また機会ありましたらよろしくお願いします。今度じゃあまた飲みにでも行こうか。はい、あ、ぜひぜひお願いします。ありがとうね。ありがとうございます。車の中汚いよ。